あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。天空の神殿4。やばいな、ちょっと待ってよ。いや待たないけど、あ、そっか、またこっからか。やば、シスターレディ、あー、もうなんかムカつく高笑いやわ。まあでもこの1回目はまあ楽やけん、とりあえずもうささささっと、よし、これで、おお、跳ね飛ばされた。よし、もう一回。で、この第1段階目は、うお、結構楽なんやけど、うん、初めて攻撃当たった気がする。うお、来た来た来た。これがね、結構厄介なんよね。ちょっとちょっと。ちょっとずつ、シスターレディを、もう、取ったハートを速攻で、ちょっとずつね、みんなでシスターレディをこう追い詰めて、青行く。よし。緑。この段階のシスターレディがね、一番厄介かもしれない、私的には。てか前回行ったあっこまでが、あっこまでっていうか、あっこが最後なんかな、段階的には。お、攻撃当たりより当たりより。しまってね。あとどれぐらい当てたら大丈夫？うおー、もうこの素早い切り替えが。しかもこの後さ、この後またあの跳ね返しがあると思うと、うおー、あの跳ね返しがあると思うとちょっとなんか気がめいりそうな。お、行った。おいし。こっからか。こっからまた、あの跳ね返しが。あれ正直ね、一番めんどくさいんだよね。正直ね、ほんとに。ほら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 、来るよ。青青青、こっち。おいし。ほら、またこのラリーが続くんだ。赤。これってでかくなった状態じゃないと、まず当たらんってことかな。わ、やばいやばいやばい。小さい状態のまんまじゃ普通にスパッて跳ね返されるってこと？あー待って、やばい、危ない危ない。どれぐらいからが大きいと認定される？うおー、もうこの辺ささっと行きたいんだけど。あー、もうあれはどういう状態なの？一回ちょっと、お、いったいったいった。ちょっと待ってちょっと待って、ほら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 、今回ちょっと早いかもしれない、というか早く終わらせたい。またね、まだね、あの傘の方とかならねちょっと楽しいんだけどさ、この淡々とした打ち合いの連続、これはちょっときついぞ。おいし、あ、よしじゃねえ、全然ビリビリなってるし。なんだなんだ、ちょっと待って、緑緑、へい、あー届いてない、緑。おいし、あーか、青、おー緑、ちょっと待って、切り替わりすぎ。よいしょ、まだか。おお、びっくり。さあ、来い、緑。ヘイ、せや。次は、青。赤。ヘイ、緑。よし。青か。よし。赤、あ、違う、緑。青。おお、なんかもう難しい。難しいんだよ。地味なくせに難しいんだよ。うわ、青。赤。うわー、ちょっと待って、落ちたー、落ちたー、ちょっとーやばいやばい、どこ行ったどこ行った。あ、まだか、回収されたんか。お、緑、青、ちょっと待って、早く。お、うわ、行ったんかと思った、一瞬。あんなちっこいのじゃ当たらないってことか。よいしょ、あーが、体力、体力。え、だってまだこれ第一形態でしょ多分。人間やし、携帯とかあるんかわからんけどさ。でも多分あの小林幸子的なやつがね、最終段階だと思うんだ。ちょっと待って、ハート回収しに行きたいけど、とりあえず、まだ3つあるけん大丈夫かな。次ダメージ受けたら回復しようか。赤。ちょい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 、青青青青。どう？まだ。赤。とりあえず飛んできた時、1回は見送った方がいいってことかな。赤。どう、青、緑緑緑緑、どう、あーか、そうそう、きた、青、次緑、緑、赤だった。ちょっと待って、おし、緑、待って、ピコンピコンうるさいんだけど、ちょ、よいしょ、次当てたら多分きっと緑、多分きっといけるはず。お、どうだ、あー、ダメ、まだか。
赤、青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 、おし、おし、出ない、まだ次だな。うお、あー、せっかくあっこまででかくなったのに、せっかくあっこまででかくなったのに、また1からだわ。でも次、次あの大きさのやつを当てたらいけるさ、きっと。また傘の方にね。よし、ちょとりあえずピコンピコン直しといて、ちょまたハート、よし、さあ来い。青、次は緑だな。赤だ、緑緑緑、よいしょ、赤来た、緑、おー、やべえ、切り替えんかったらよかった今の。さあ来い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 、よいしょ、どうよ、青、さあか、ちょっと追いついてきたんじゃない、だいたい。あー待って、ダメだ、全然追いついてないわ、普通にダメージ食らってんじゃん。よし、お、うわー待って、やばい、体力やばい、体力やばい、ちょっともう一回回復を、よし、ちょ、よくした、今のちょっとダメージ食らったかと思ったわ。よいしょ、これまたまた死ぬとかありなんじゃないの、どう、またお、いったいったいった、ちょっと待って、ちょっと待って、今ちょっと喜びで止まってしまってた、ダメじゃん、まだだし、まだあと1回ぐらいか、ちょっと今喜びでさ動きが遅くなってしまった。さあ青、でもちょっとずつさスピード追いついていけるようになってない、なってないか、気のせいか、さっき結構ラリー続いたと思うんやけどね、またちょっとダメダメな感じになってきた。よいしょ、あー、どれぐらいまで、何回ラリーが続いたら最大まででかくなるんやろ。おいしょ、1回、2回、全然ラリーではないかもしれんけど、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10、11、そんなに続きよるか。うわ、やべえ、そろそろじゃない、これぶつければ、あーダメか、ってかやばいやばい、しびれてるしびれてる。おし、どうだ、いった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 、次これで、よしよしよし、よっしゃ、いったー、次傘やね、この怖いやつや、ふふふふってやつ、不気味、超不気味や。きた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 、サチコデラックス、サチコ EX か。おし、次こそ。てかまずはね、このハートを、ハートを回収しておかないとピコンピコンうるさいから。じゃあ今回は、今回もか、今回も白か緑で勝負していこう。あの緑はちょっと位置が高いけん、ちょっとやめとこうね。さあ来い、白か緑。とりあえず最初のうちは雷は大丈夫か。あ、あの白いけるんじゃない、ほらほらほら、よし、うわ、速攻で、速攻で落とされた雷で、あ、あの白、よし、次こそ、シャ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 、どうだ、おーし、ちょ、青危険だよ、まあ別にマネビトはダメージ受けんけん大丈夫か。あ、あの緑いけそうやけど、どうだ、あー、ちょっとやめとこっか、一旦見送って、次回ってきたら、いけるか、おし、いけ、よいしょ、どうだどうだどうだ、シャシャシャ、ダメージは結構与えれるよね。次あの白、あー待って、おー、危ない危ない、あ、白いける白いける、あれあれあれ、よいしょ、どうだ、シャ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 、おし、あー次の段階来た、待って、マネビトは大丈夫、これで、おお、これね、地面に刺さった後はいいんやけど、やっぱり直接突き刺さった場合が怖いよね。おお、怖い怖い怖い、緑緑、よし、あ、消えた、速攻で消えた、やばい、ちょっと待ってね、これこれ端っこの方におったら全然当たらんね、コースが決まっとるってことかな。あ、あっこ緑いける、よいしょ、これでシャ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 っと、結構ダメージ与えれようやない、これはいい感じでいけるかもしれん。おっと、怖い。超怖い。あ、待って。ピコンピコン言い出した？
あれ1回で止まったな。お、止まってなかった。回復もしたいけど、とりあえずまだ大丈夫か。池緑、よし、乗った乗った。これでもうちょっとで多分行けるはずなんだけど、まだか。でもあと1回ダメージ来たら回復した方がいいんかな。ちょ、青青青、うわー、待って、危ない危ない危ない。次、緑、白、あれはいけんよね。あ、ここ緑、あ、待って、開くかと思ったのに。怖い怖い、これがどこに刺さりに来るかがよくわからんけんね。走り回って逃げるしかない。どうだ、あ、まだか。白来るかなって。うわ、ちょっと待って、あ、あの白いけそう。よいしょ、よし、これでどう。お、いった。え、待って、え、これ3段になったってことかな。3段トーテム、まだかよ、長いな、このボス長くない。お、なになに、近くに来た。お、乗れた。待って、怖い怖い怖い、雷の頻度が上がった。でもとりあえずなんか傘が目の前まで来てくれるけん、それに乗ればいいってこと。うわ、ちょっと危ない危ない危ない、これ赤いけん、 あっちの白に乗ればよかったな。次、緑か白が来てくれ。あー怖い。でもこれ突き刺さりに来ることはなくなったってことかな。あっちの白白白、あ、いけないいけない。多分ね、1段ステージがせり上がったけん、2段通ってもじゃあいかんのやと思うよね、3段じゃないと。待って、あ、緑来た、緑、あ、緑じゃダメなんや、一番下青か、私青か白やね。 OK、 タイミングをつかむのが難しいんですけど、やばい。お、いし、いけるいけるいける、これで、あー怖い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 、飛び降りたい、すごく。よし、いけるいけるいける、いった、マジでいったよ。3段になってから早かったな。よっしゃー、え、爆発したんだけど。あ、びっくりした、死んだんかと思った。なんてこと、こんなセンスのない奴らに、この私が。お姫様、あんたたちもダサい奴ら同士仲良くしてたらいいだわよ。もうあんたたちに関わるのはこりごりだわよ。もう疲れきっとるね。おーし、トライフォース現れた。ってことで、ルピーを集めて、全部は集まらんわな。まあ、これで、よいしょ。クリアだ、やっと。ピコンピコンなりよるまんまやけど、まあもうクリアやけんいいやろ。はあ、天空の神殿クリアー、やった。もうクリアってことで、最後やけん真ん中を。妖精もどきを手に入れた。あ、やった、これ一個だけのやつやん。あれ、まだ何かあるぞ。なになになに、レディーパラソルを手に入れた。お、やったね、レディーグッズ。ん、これで揃ったやない、レディー。まあ、そりゃそっか、最後のとこやもんね。天空の神殿クリアー。やった。妖精一匹おらんなっただけで済んでよかった。全滅するかと思ったもん、私。シスターレディー。厄介やわ。てか、長いわ。ん？なんかめっちゃ普通に終わったけど、ロビーでなんかあったりするかな？おー、やっぱり。あゆな、お前が無事で何よりだ。何か起こったわ。魔女とここまで渡り合えるようになるとは。あゆなよ、ご苦労であった。ほんと大変やったよ。ん？もしやお前が手にしているそのひときわ異彩を放つ3つの材料。お、レディーのやつ？それがレディーグッズというものなのか。そうそうそう、やっと集まったよ。これをどうしたらいいんやろ。マダムから話は聞いたぞ。まさかマダムと魔女が姉妹であったとはな。あ、それ知らんかったんや。さあ、早くマダムのところに行き、そのレディーグッズとやらを渡してくるのだ。あ、これで服を作れってことね。え、でもレディーグッズ渡して服作ってどうするんやろ、そっから。服作った件でなんか解決するん？ほい、来たよ。いらっしゃ。ん？なんだ？あ、自分で押すんか。ああ、あんたかい。オールバック教から聞いてるだわさ。いい感じなんだって。いい感じっていうか、やっつけたよ。ほら、ん？それ、レディーグッズじゃないか。ん？なんだなんだ。ん？ん？うるさいな。まさか、全部集めてきたのかい？そうそう、集めた集めた。で、これで服を作ってくれるのか。そうかい、レディーにお気を据えてくれたんだね。あんたには感謝してるだわさ。悪いがあろうがなかろうが。今回に関しては全部レディーのせいだからね。さあ、最後の大仕事が残ってるだわさ。あれをオーダーするだわさ。
あれ、こんなにも早く材料が揃うなんて。さあ、遠慮なくあれをオーダーするだわさ。今着ているのはブーメラン酋長だね。どの服を作るだわさ。これね、レディーワンピ。これでいいんだね。ほいほい。ちょっと待ってな、とっておきのを作ってやるだわさ。レディーワンピ。ワンピって言われてもね、リンクは男なんだけど。で、できただわさ。これで姫の呪いも解けるはずだわさ。さあ、早くこの服を着てみるだわさ。お、お着替えが。え、ワンピでしょ。超おばちゃんっぽいんだけど、レディーワンピ。あら、あなた、その服って。その服って何？ちゃんと着替えられたようだわさね。着替えたけどさ。でもまさか本当にこのワンピに袖を通す勇者が現れるとは。びっくりよね。しかもその着こなし。パーフェクトエレガントだわさ。これってダサくないんや。あの、あれだったあんたがね。あれだったってなんだ？芋っぽいってこと？さあ、準備は整っただわさ。その服を着てすぐに姫様のとこに向かうだわさ。あとはそのワンピがすべて導いてくれるだわさ。どういう効果があるんだ、このワンピに。グッドラック。あのマダム・テイラーが抱えてるシャム猫？あの猫は確実に脇で締め殺されるよね。ほい、来た。何か用ですかな？ご婦人よ。ご婦人じゃないんだよ。私だ。え？いや、何？まさか。私だってば。もしかして、アユナか？それがマダムが言っていた例の服か。そうそうそう。ご婦人の服まで着こなすとは、さすがはアユナだ。それにしてもまさか、マダムと魔女が姉妹であったとは。それってみんな聞かされてないもんな。知らなかったこととはいえ、マダムのお気持ちを考えると胸が痛いな。まあね、実の兄弟やもんね。しかし今は姫様のことが最優先。すぐにでも王の部屋に向かってもらいたいところだが、一言だけ言わせてほしい。なんだ？ここまで本当によく頑張ったな。めっちゃ頑張ったよ。我が隊から姫を救う勇者が出るとは、司令官としてこんなにも誇らしいことはない。あ、そっか、隊とか入っとったんやっけ。心から礼を言わせてほしい。ありがとう、アユナよ。さあ、早く姫様の元へ向かうのだ。姫を救えるのはお前だけなのだからな。お、やってきたぞ。かわいい。おお、この声いつもびっくりするんよね。それがレディーワンピか。事情はマダムから聞いておる。よくぞその服を作ってくれた。そなたがいなかったら、私は魔女の命を奪うところであった。いろいろと話を聞きたいところだが、まずは姫の呪いを解いてからだ。さあ、フリル、怯える日々はもう終わりだよ。でもこれはこれで可愛いと思うけどな、私。アユナよ、姫を早く元の姿に。どうやって戻すん？およろしくお願いいたします。言いにくい。なんだなんだ、魔法？なんか魔法人みたいなのができよるけど。ねえ、あれ可愛いよね。あの格好。全身タイツ。お、ドレス姿に。おー、すげえ。でも目に光が宿ってないんだけど。戻った？おお、姫よ。おアユナ様、フリルは元の姿に戻ったのですね。おアユナ様て。フリル、お父様。おお、フリルよ、もっとその可愛い姿を見せておくれ。なんか舞台見よるみたいなんやけど。でもお父様、早くこのことを皆に。おお、そうだな。では祝いのセレモニーを開こうぞ。アユナよ、もちろんそなたにも出席してもらうぞ。もちろんもちろん。皆の者、長い間フリル姫のことで心配をかけてすまなかった。めっちゃいろんな人集まっとる。ここにいる勇者アユナにより魔女の呪いは消え去った。もう呪いに怯える日々は終わったのだ。シスターレディはどうなったんやろ。さあ、皆でこの勇敢な少年を称えようではないか。国の危機を救ってくれたトーテム勇者として。おお、なんかトーテムされた。
どうだいな、世の当店もなかなかであろう。私も加勢しますぞ。誰？お、うわすげえ、でかいよ。素敵ですわよお父様、おあいら様。あれってかキエーイのおじさん2人おることないね。え、色違いがおるんやけど、あんな人おったっけ。なんか記憶にない住人が。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
ここまでね、結構頑張ったよ、私。クリアできてよかった、マジで。